はい、速稼塾の久保でございます。今回はですね、インプットとアウトプットの関係についてちょっとお話ししようかと思います。今ね、阿部理恵さんからの動画を拝見したんですけども、阿部理恵さんはこのように言われてました。海老名市長選という、あ、すいません、阿部理恵さんって方は速稼塾の塾生さんで、海老名にお住まいなんですよね。私も何度も伺ってるんですけども、海老名っていうところをちょっとまとめてくださってる方なんですけども、海老名市長選に対してね、自分が海老名の市長選に対して、もしくはその選挙区ってものに対して、N 国党立花隆さん、そして自分の暮らしってものに対してこうね、動画でアウトプットをしていると、いろんなコメントが寄せられてきたと。でコメントによってね、学ぶことができたんで、ああよかったなってことだったんですよね。でここで私がですね、インプットとアウトプットの関係っていうことでアンサー動画をこのようにね、 Facebook ライブでさせていただくんですけども、阿部理恵さんが今ね、体験されたことっていうのがまさにインプットなんですよ。これ意味わかりますかね。アウトプットをする人にこそインプットが来るんですよ。私もいろんなことをね、こうやってお話してますけども、ちょっとそれは違うんじゃないですかっていう意見も寄せられるんですよ。その時に初めて、あ、違った見方をしないといけないなっていう風なインプットが始まるんですよね。でもこのアウトプットをしてないと、自分が個人的にインプットしたもので世界が終わってしまうんですよ。これが自己肯定感の始まりなんですよ。アウトです。自己肯定してはアウトなんですよ。違うんですよ。自分にもっと何かね、新しい知略があるんじゃないか、新しいチャレンジができるんじゃないだろうか、まだまだ自分が知らないことがあるんじゃないかっていう風に考えるのが自己否定論ですからね。まだまだ自分には伸びしろがあるんじゃないかっていう風に考えるのが自己否定論なんですよ。もう自分は十分やったと、自分の考えは正しいんだと、あなたの考えおかしいんじゃないですかって、これはね、自己肯定論なんですよね。自己肯定していいことってのは全くなくって、自分が正しいと思う人が2人揃うと何が起きるかっていうと、争いになるんですよね。皆さんの周りにも争いありませんか？売り言葉に買い言葉ってありますよね。例えばね、私がね、放射線についていろいろとお話しすると、違うぞっていう人がいるわけですよ。そして私の答えっていうのはいつも一緒なんですよ。いろんな考えがあって世の中ができてますよねって形なんですよね。そうですよね。だって、まあ、私がね、例えば放射線について考えを変えても、私と違う考えの人っていうのは山ほどそれでも出てくるんですよ。じゃあそういう人を一人一人潰していくんですかってことにもなりますし、まあ宗教はね、政治のことに対してもいろんな考え方がこの世の中に共存していて一つの世界ができてるわけなんですよね。でも中にはですね、自分が信じてること、自分が正しいと思ったことを他の人にも従わせようっていうふうなね、こういう圧力をかけてくださる方がいるんですよ。で私は一つの考え方じゃなくていいよって考え方なんですけども、その方っていうのは自己肯定の強い方っていうのは自分の考えが全てだよっていう風にして、まあ、思っているんですよね。で思うだけならいいんですけども、人の自分と違った考え方を支配しようとするわけなんですよ。ここに争いが起きるわけなんですよね。 Facebook のコメント、 YouTube のコメント、なぜ荒れるかと言いますと、自分の考えが正しいからあなたもそう思いなさいっていう人のね、こういう風な圧力がそういう風な荒れるコメントをさせるわけなんですよね。私は基本的に何を考えても何をやってもいいと思ってるんですよ。なぜかというとね、人の考えってすぐ変わるんですよ。ちょっとした影響で変わるんですよ。だから10年間強く思ってたことでも間違いに気づいて、あ、こっちが正しかったんだって思えるよね。そちらの精神力の方が私はいいかと思うんですよね。でも諸子貫徹と言いますかね、なんかね、間違えたことでも意地になってそれを通そうとするっていうところに、本当に人間の愚かさがあったり悲しみがあったりね、引くに引けないっていう言葉もそれに来るんですよ。背水の陣なんてね、結構かっこいくような言葉に捉えられてますけども、自分が勝ち目がないと思ったら、すいません、お願いします、あなたの陣営に入れてくださいっていう風に、そういう風にしてね、やっていくことも時にはありなんではないかなと思うんですよね。インプットとアウトプットの関係ね、ちょっと話はずれましたけども、アウトプットすることによって初めてね、インプットが可能になるという風な捉え方を私はしております。もちろんそうじゃないよって方、もうアウトプットなんてしなくてもインプットすれば頭が良くなるんだよっていう方は、それはそれでその道を行ってください。私の場合はですね、阿部理恵さんと同様、発信していくことによっていろんな方からのご意見、ご要望、期待、信頼、そういうものが集まってきて、ついでにお金も集まってきて、時間も集まってきて、すごく自分の求めているような人生に今は近いなと思ってますね。でもまだ自分にもね、恩返しできることがあるんじゃないかなっていうふうに日々考えてますので、こういうふうに出しゃばりがてらまた放送させていただいたということでございます。それではね、阿部理恵さんの動画を見ていただいて、なぜ私がね、この動画を撮らなければならなくなったのか、撮る動機がこの阿部理恵さんの動画の中に隠されてますので、ご覧いただければ幸いでございます。動画説明欄に入れておきます。では失礼します。